はい、トワライト連邦共和国 V6 です。今日はですね、久しぶりに占いの話をします。私の本業は記者なんですけど、記事をね、書くために取材をしている中で、四柱推命鑑定士になったんですよね。だから占い師ではあるんですが、別にそれをなりわいとしてなかったので、ビジネス上でね、会った人とか、友達とかね、いう人の、占いとかを、絶不調にしてたんですけど、4月からですね、年度変わるとですね、別にそれが商売というわけではないですが、不特定多数のね、人の鑑定っていうのも、してもいいかなと。時間がある時だけですけど、本業じゃないのでね。って思ってまして、もちろんその場合は有料になるわけですけど、その辺の、細かいことは別にまだ決めてませんが、それより前にですね、占いコーナーとか占いの館みたいのありますよね、いろんなところに。いきなりなんですが、浅草のですね、松屋ってデパート百貨店ありますあるんですけど、東武浅草駅のがあるところがあれ松屋デパート、松屋浅草という百貨店なんですけど、そこにですね、占いコーナーあるんですよ。1階かな、まだ私行ったことないし見たこともないんですが、1階にあるんですけど、そこにですね、出てくれと言われまして、で、平日はね、さすがに取材とか記事書いたりとかがあるので、そんなにしょっちゅうはできないですけど、休日であれば取材とかないケースが多いので、別にいいですよっていうことでぜひお願いしますって言われて、占いのコーナーに、松屋百貨店の占いのコーナーに、出ることになりました。で、どういう料金体験になるのか知りませんが、私も聞いてないので知りませんが、道しるべ占いっていうね、道しるべ、高田馬場にね、道しるべカフェっていうのがありますけど、あそこはカフェですけど、純粋にそこは道しるべ、っていうその占いのね、コーナー、占いだけをするコーナーなんですが、多分時間制の料金だと思うんですけどね、何ものなのか私は知りませんが、そこに行くことになりました。不定期なので、いつもね、その何曜日の何時に行ったらそこにいるっていうわけじゃないんですけど、ちょっと普通のね、鑑定士さん、もちろんそのベテランのね、鑑定士さんでいろんな戦術ができる有名な偉い鑑定士さんもいっぱいいるんですよ。四柱推命だけじゃなくてね、タロットできたり、それから何ですかね、槍術とかね、手相だとかね、それから何ですかね、オラクルカードとかね、いろんな戦術ができる人気の有名な占い師さんもたくさんいるので、私なんかは全然四柱推命と、ちょこっとオラクルカードが引けるかなっていう程度なもんですから、名だたるね、先生と比べたら
大したことはないと思うんですが、ただ一点だけですね、私の強みっていうのがありまして、私ファイナンシャルプランニング技能士なので、要は FP なわけですよ。で、ただ単に FP を取ってなんか資格として持ってるっていうだけじゃなくて、実際に金融機関で使ってましたので、 FP としてその資格使ってましたので、非常に実践的な経験がありますので、だから占いと、FP と両方の、アドバイスができるんですよね。何がどう関係あるのかっていうと、それはケースバイケースなんですけど、例えばその金運をね、見てほしいっていう相談が仮にあったとしますよね。中水面で金運っていうのは直接あなたは金運がいいですねっていうのは出ないんですが、人脈があるかどうかで判断するんですけど、それがあってもなくても、どういう星を持ってるかによって、その向いてる、やり方、あるいはちょっとこういう性質なので、こういうふうなところは、資産運用やるについては、ちょっと気をつけてほしいところだとかね。そういったのが分かるわけですよ。で、そういったのが分かる、占いではそこまでしか分かんないですね。実際に今世の中にあるいろんなね、資産運用だとか投資だとか、あるいは持っていくと投機っていうのもありますが、どういうものを選んだらその人に向いてるのかっていうところについては、さすがに占い師にそこまでの知識がないとアドバイスはできないわけですよね。積極的に言ってもいいと思いますっていうアドバイスは占い師でできるわけですけど、その人が持ってる星からね。だけど積極的に言ってもいいですよっていうのが何を指すのかっていうのは占い師では分かんないわけですよね。そこはだって専門家じゃないと分かんないわけですよね。じゃあ積極的の度合いにもよりますけど、例えば株式の 現物の株がいいのか、信用取引で株式をするのがいいのか、先物取引みたいなね、レバレッジの効いたものをするのがいいのか、 FX がいいのか、いろんなものがデリバティブだとありますよね。どれがいいのかっていう、また安全圏でね、行った方がいい、着実に行った方がいいんであれば普通に預金の方がいいのか、投資信託程度まではいいのか、投資信託だっていろんなね組み合わせのものがありますので、どういう組み合わせのものがいいのかとか、いろんなね、この世の中にあふれている金融商品だとかね、自分で組み合わせるっていうことも可能ですけど、というアドバイスについてはさすがに、専門的な知識がないとできないわけですね。でそれは私 FP なので、占いでそういったその人のね、性質持ってるもの、っていうのを占いで出して、でそれが本人が、相談者本人がそういう性質なんだっていうのをもしも自覚していればですけど、じゃあこういう資産運用の仕方、資産形成の仕方、今後の、お金のこう方針だとか、そういったことというのは今度占い師ではなくてファイナンシャルプランナーとして相談を受けてアドバイスすることができるわけですよね。なのでおそらく分かりませんけど、見てないので分かりませんけど、多分私多分ね、占いのコーナー3、多分3人フルで入って、占い師3人まで入れると思うんですよね。で私が行くときに何人入るか知りませんが、多分その個人のどういう占い師なのかっていうボードが多分そこにかけられると思うんですよ。多分どこの占いコーナーに行ってもありますよね。どういう先生が入ってて、どういう戦術ができて、どういうものが得意でとか、多分そんなようなことがこうボードに書いてますよね。でそこに多分私の名前とね、写真がもちろん入るんですけど、肩書きとして四柱推命認定鑑定士とはもちろん入ると思うんですけど、それプラスサンキューファイナンシャルプランニング技能士っていうのが多分入ると思うんですよね。で、ファイナンシャルプランニング技能士っていうのは、これは名称独占資格なので、業務独占資格
じゃないんですよ。業務独占資格っていうのはその資格を持ってないとやっちゃいけない、職業、業務、例えば医師とかね、それから弁護士とかね、税理士とか、公認会計士とか薬剤師とか、こういったあの資格っていうのは業務独占資格って言って、その資格を持ってないとできない資格なんですね。で、名称独占資格っていうのは別に誰がやってもいいんですよ。別にファイナンシャルプランナーがやることっていうのは、あのそういう相談を受けて、まあ、例えばお金のこと、お金のこと全般ですけども、税金だとか、それから相続だとか、不動産だとか、保険だとか、もちろん資産運用もひっくるめて多岐にわたるわけですよね。相続まであるわけですけど、別に相談を受けてアドバイスする分には別に誰がやってもいいわけですよ。友達に相談してね、詳しい人がいれば、別にそんな資格持ってなくても、これどうやったらいいと思うとか言って相談を受けていいわけです。だけど、ファイナンシャルプランニング技能士っていうふうに名乗って、資格を名乗って、なりわいとすることは、あの資格を持ってる人じゃないとできないですよ。名乗らなきゃ誰がやったっていいんですよ。だから誰でもできるんですよ、実は。ただ、そういう知識が、試験でね、あの合格して、そういう資格を持ってるっていう裏付けがあるかだけのかどうかの違いです。持っててもただ単にその試験を通るための、ね、勉強をして合格してても、全く実務経験がなければ実は役に立たないとかね、あるいは全くそういう資格持ってなくてもバリバリ金融機関でね働いてて、むちゃくちゃそういったことに詳しくて、FP なんか足元にも及ばないっていう人も中にはいるはずですよね。要は、持ってるっていうその裏付けがあるだけの状態なのが名称独占資格なわけですけど、まあどんな、まあ、何にしても名称独占資格であっても、あの資格は持ってるので、それを掲げてね、やることができますので、まあ、そこが名だたる有名な先生との違いですかね。占いもできますけど FP としての業務もできるっていうところが違いになると思います。まあ、そこはプレミアムなところなんですよね。当たる当たらないという占い師の、まあ、本当はねそこが一番の重要な評価なのかもしれませんけども、そこじゃなくてファイナンシャルプランナーという形での、アドバイスの提供ができるっていうのが、あの占い師としてのプレミアムなところじゃないのかなというふうには思ってます。それがどういう料金体系になるのかは知りませんが、まあ日にちとかね、時間とかね、あのそういうのちゃんと決まったらまた言いますけど、多分4月の頭ぐらいかなと思います。でデパートで百貨店の占いコーナーでデビューするので、なんかあれですけど、いきなりすごいところでデビューするのであれですけど、まあ今後はそのそういうところでやる場合にはもちろん有料の鑑定になりますけども、まあ知り合いとかね、友達とかビジネス上でねこう知り合った方とかは別に無理にお金取ったりはしませんが、まあまあでも今後はそういうスタンスで、あの一般のね不特定多数の人の鑑定も、まあ有料でやってもいいかなというふうには思ってます。ただまあやっぱり本業は記者なので、多分そんなにねじっと鑑定してる時間はほとんどないと思うので、あのそんなにたくさん見れないと思いますけど、まあそういうご希望があればやります、はい。まあそんな感じで急遽ね、デパートの占いコーナーで座ることが決まったので先にお知らせしておきますが、まあ興味のある方は、まあ、普通の占いだけだと別に私じゃなくたっていいと思いますけどね。名だたる先生いっぱいいるので
そういう方に相談すればいいんだと思いますが、まあ、特にそのお金のね、とかそのお金に関わるようなことの相談っていうことであれば、私のところに来ていただく意味はあると思いますし、まあ、具体的な悩みのある方っていうのは、まあ、そういう一般の占いの先生のところの方が、まあ、多分ベテランですし、たくさん事例も持っていらっしゃるでしょうし、いいと思います。私はどちらかというと悩みのない人、お金のことは別ですけどね、 FP の業務に関わることは別ですけど、そうじゃない、一般の占いなんかやったことない人とかね、占いで興味あるけど、あのこれまでそんな経験がない方とか、そういった方の自分発見のためには非常に役に立つんじゃないかなというふうに思います。持ってるところとね、持ってないところを全部言うので、時間はちょっと長くなりますが、あの要は当たってるところと当たってないところ両方言うわけですよ。当たってないところを今後開花させていきましょうねっていう自分発見のためには、多分私の占いは役に立つと思います、はい、なので、まあそういった方で興味のある方はまた日にち決まったら多分ツイッターかインスタか、なんだフェイスブックなんかどっかで あげますので、まあ、興味のある方は来てください。はい、そんな感じでデパート百貨店の占いコーナーデビューするという告知のお話でした。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。